目外れました。伸びのあるストレート、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。さあ勝負してくるのか。チャンスの場面振っていきましたが三振。なおも2アウト2塁1塁チャンスが続きます。打席には5番バッター吉田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウトランナー1塁2塁です。これではバットが出ません。ストライクです。さて西さん、この吉田左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。左に弱い傾向はありますね、左バッターですからね。ああそうですか。打ちました。センターへ投げる。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。1点返しましたオリックスバファローズ。センター前のタイムリーヒット。8対2になりました。バファローズなおも2塁1塁のチャンスです。5番バッター東、先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。際どいコースですが外れました。ワンボールです。は何で来るか。2球目打ちました。ホームに送球。今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウト満塁です。バッターは6番小田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。バファローズこの回7人目のバッターになります。いいコースですが外れています。バッターの小田対左ピッチャーはどうなんでしょう。左バッターですからやはり苦手としてますね。そうですか。次が3球目。タイミング合ってないですね。そうですね。これで3アウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回バファローズ点差を縮めていきます。8回終わって8対2バファローズが得点しました。だいぶ厳しい展開とはなっているんですが最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね。もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。さあまず1球目、最初は変化球持ってきました。ストライクです。打ちました。取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。今日は守備で交代してそのまま出場している福田、まずはワンアウトを取っています。空振りです。いいボールが行きましたね。ノーボールツーストライク。ボールになります。
ファウルになります。三振になります。バッターボックスには7番松田、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、体に近いところ、ボール先行です。ストライクです。次が4球目、低めの球ストライク、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。まあ次のボールが勝負ですね。なるほど、見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。この回ホークス三者凡退です。8対2ホークス大量リードしています。ことはないんですけども、まあなかなか難しい場面ですね。そうですよね。初球簡単にストライクを取ります。低めの変化球は決まりません。3球目は何で来るか、ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは8番若月、今日はまだ当たりがありません。香山、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。空振り、あっという間にツーストライクです。さあ外してくるのか、チェンジアップは入りません。内への変化球は決まりません。ツーアウトになりました。打順は9番大城、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。当然凡退するとここで試合は終わります。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。これはどうか。ライナー掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。残念ながらオリックスバファローズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が
気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。あ、なるほどね。それは逆に考えるわけですね。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のオリックスバファローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。Thank you.